はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回はクラクラで一番足が速いユニット、ゴブリンはどれだけ移動速度が速いのか、こちらを検証してみました。まずはですね、普通にゴブリン一体だけ出して、どれぐらいで村を横断していくのかを見ていきます。はい、こんな風にあっという間にゴールいたしまして、はい、終了といった感じになっております。ちなみに今回のレースはゴールイコール死を意味しております。それではちょっとですね、ゴブリンの足の速さどれぐらい速いのか分かりにくかったと思うので、他のユニットとも比較してみました。今回はヒーラーですね、ヒーラーと比較してみました。まずはですね、ゴブリンを数体出しまして、後ろからヒーラーをつけていきます。そして金山を壊して同時にスタートでございます。はい、どんどんですね、ゴブリンがヒーラーを引き離していきます。レディーファーストがなってませんね。最低なゴブリンでございます。最低ですよこいつら。はい、もう死んで当然でございます。というわけでヒーラーと比較したら圧倒的にゴブリンの方が足が速いっていうのがわかりますね。そしたらですね、続いてはバーバリアンキング、バーバリアンキングと追いかけっこをさせてみました。まずはババキンですね、ババキンの付近からゴブリンをスタートさせていきまして、はい、ババキン追いかけます。追いかけるんですけども全然追いつかなくて諦めてしまいます。諦めてしまって、ゴブリンが圧倒的に、ゴールといった感じでございます。はい、もう余裕のゴールでしたね。そしたら続いてスケルトントラップと、競争させてみました。はい、スケトラがですね、スタート付近に設置してあります。はい、こんな風にゴブリンを出して、はい、スケトラ出てきました。はい、こっから見つかった。はい、見つかってどうだ、捕まるか捕まるか、全然捕まらない。そしてそのままゴールといった感じになっております。いや、足速いですね。スケルトンもやっぱりですね、足速いんですけども、こんなにですね、差は縮まらないものかと、感心いたしました。そしたら続いて、迫撃砲を設置してみました。果たして迫撃砲の攻撃は当たるのか見物でございます。では見ていきましょう。はい、ゴブリンを出していきました。はい、迫撃砲が攻撃するんですが、全く当たらない。もうかすりもしない。命中精度がもうゼロでございます。はい、こんな風にあっという間にゴールいたしまして、もう迫撃砲は何なんでしょうね。もうただの置物と化しております。それでは続いてのリプレイ見ていきましょう。続いては、罠をですね、全部置いてみました。コース上に、結構ツイッターでも見ますね。なのでちょっと見ていきましょう。はい、ゴブリンを出していきます。でスケトラが出てきました。で小爆弾も起爆していくんですが、全然ですねゴブリンに当たらない。はい、巨爆も回避いたしまして、バネも全部回避してゴールといった感じになっております。いや、足速すぎだろと。これウサインボルト見たら失禁するんじゃないかっていうレベルぐらい、本当にですねちょっと競争させてみたいですよね、ウサインボルトと。では続いてですね、ハードモードにいたしました。罠全部設置して、ババキンも設置して、でそしてさらに迫撃砲も設置いたしました。ちょっと見ていきましょう。はい、ゴブリンを出していきます。でババキン追いかける、スケトラも追いかける。はい、トラップも発動して迫撃砲も攻撃するが全く当たりません。当たらずにゴールといった感じになっております。ハリウッドもびっくりでございます。いや、すごいですね。そしたら最後にベリーハードモードにいたしました。今までのやつにプラスして、さらにウィザードタワーも設置してみましたので、見ていきましょう。さすがにウィズ島あったらですね、ゴブリン死ぬんじゃねえかなと思ってやってみました。では見ていきましょう。はい、ゴブリンを投入する、ババキン追いかける、スケトラも追いかけてトラップも発動するが、ウィズ島の攻撃さえも避けていく。はい、早いぞゴブリン。ゴブリン早すぎだろ。で、そしてゴールといった感じになっております。いやー、まさかウィズ島も避けるとは思いませんでしたよね。で、この後ですね、大砲とかアーチャータワーとかもやったんですが、さすがにそれはですね、攻撃の速度が速いので、失敗いたしました。というわけで、今回はですね、ゴブリンの移動速度、どれだけ速いのか検証してみた、お送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。